ごちそうさまです。ごちそうさまです。質問をねいただいてます。ありがとうございます。大関山 OSO さんからいただいてます。OSO さん。はい。お二人の声の区別ができません。ああ、そうですか。はい。区別できなくても十分楽しめるのですが、区別できた方がより楽しめると思います。コツがありましたら教えてくださいとのことですね。 えーー質問というよりはもうお願いに近いですねでも自分の声ってさ、うん、聞き取れると思うんですよおえそうさんも何かに録音した場合とかはい、はい、たくさんの人が喋ってた二人で喋ってたとしてもどっちが自分の声はい、はいはい、でもどっちが自分の声か分かるじゃんじゃあ俺たちには分からない <laughs> じゃあ俺たちには分からない <laughs> 俺たちには分からないやんこの,この手のこれに関してはさだって分かるから自分の声やからあ<ー>だからどうしたらいいかは まあねまあでもそうやなとく、うん、引き笑いするのが俺ですよでもそれが、うん、瞬間瞬間分からんのであればさ、うん、ああ引き笑いが出るまで待たなあかんもんなでも待ってもさ、うん、それはどっちが引き笑ったかなんて分からんよなんとなくそれは分かるやろそから <laughs> なんとなく逆いうか、うん、それは分かるよさっき喋、うん、りながらこう引き笑ってる方があ,あこっちがこうかとうかあ,あ冬秋の方やというのがわかりますかねあとはもう一つが消去法でスケマウの方やと じゃあそれ待ちでお願いします。そうですね、聞き笑い待ちでお願いします。それぐらいですかね。そうですか。あの、あれなんですよね、たまにあれですよ、こう、名前呼んだらいいんじゃないですかみたいな、アドバイスもいただくことが、割と多いですけど、そのアドバイス。多いですね。それは絶対やらないということだけ。あの、本名を読んじゃうときあるか、間違いでね。 そう逆にうあんま思ってないから、<ああ S 2> そ,そのそん前をね。そうね逆にあの別にこれをえっと YouTube をえっとお便りやっていて周りの人にえっとまあ言ってもない時、そうですね。こともあるんでコミュニティーの中でね。で,でその時にあのそっちで読んじゃうっていうね。<か>逆にスケマウさんとか言い出したら意味わからん。意味わからんからちょっとその <laughs> やめろよ冬秋っていうの意味わからんからね。<laughs> それのほそれ怖すぎるんで<う>んだからその インプットあんましないようにして、なんむの、むになってます。ねあんまりこう名前をこう、どっちも、どっちも弊害あるからね。どっちも弊害ある。これで本で呼んじゃうっていうのもね。なので、ちょっとそれ難しいなと思ってるんですよ。まあ、それせいって話やけどね。まあ、わかるんですけどね。そうですね。いわきさーって言えよって。話そうそう。すけまるはどう。 だいぶわかりやすくなるよ、これでそうなんですよね、いやゃくちゃかりますけど、ね確かにその通りなんですけど、そう思ってへんのは痛いところですよ、堂々とやってないから、そういう事情が、そうですね、いつかね、これが日の目を浴びる日が来れば、堂々とって堂々と呼ぼうと思います別に名前を間違えてもね、痛くないよ、そうだよ。 その通りだよ。そうやな。まあまあ、そう、だから、もう、かっこ悪い人間として、生きることが、覚悟決まったら、覚悟決まったそうしようと思います。そうしましょう。はいはい。はぁ、じゃないですはぁ、じゃないですよ。疲れがちですよね。そうですね。車検やったんですよ。車検。えっと、車の。車のね。はい。8万円か。もう2年経つんですかそうなんですよ。めちゃくちゃ早いなと思って。 ね、あのそうですね結構早いなだからあの悩んだんですけど<ー>もう廃車にするも考えたし<う>、まあ、リフォームのために<う>、まあ、自分でリフォーム家をリフォームするために買った車ですよ <laughs> ややこしいな長引いてるよ、リフォームが。っていうので、だからまあまあ、2年乗ってるということなんですよね。で、2年乗ってて、いや、もうだから、廃車にするも考えたんですよ。まあでも、荷物も大体運び終えてはいるし、そんなにめちゃくちゃ必要なわけではない、ただまあ、あると便利、ああ、どうしよう、そう、どうしようと思って、結局、車検に行ってきたんですけど、悩んでる間に、もう車検切れ、1日前になってました。あそそううかか ほんまにギリギリ当日持ち込み OK のガソリンスタンド併設のねあの車検に行ってきてっていう感じですよもうでも愛着もねだいぶやっぱり湧いてきてますそりゃそうでしょうけどはい、あの名前もつけてますよもう車にあそうなんですかそうですねはいサンちゃんサンちゃんはいスバルサンバー ばなんで。を乗ってるんで、まあ、さんちゃんと言ってますよね。可愛いですよ。言ってますよね。言ってるんです。かさんちゃんと呼んでますよ。よ、呼ぶことないですけどね、車のこと名前で。まあ、まあ、あなたはね。いや、違う、違う、違う、みんなないよね。いや、あなたはね。けまるって呼べよ、その前に。さんちゃんじゃない。いや、ちょ、間違えて、さんちゃんと呼ぶよ、お前。なんで。や八万円ちゃう。そのさ、いや、もう、だから、ちょっと可愛い部分もあるからさ、なんか、こう、整備してもらって、ちょっと元気に走ってくれよと。言う。 思いもありますよ私はいやもちろんね、車検の後ありますよ、ね。そうですね。で、まあまあ、車検に行ってきましたよ。で、えっとまあ、担当者の人とね、うん、まあ話してて。はい。えっと、2パターンあると。こう、しっかりと、<え>なんかこう、しっかりと整備して車検をするか。それしかないやろ。他に何があるねとりあえず車検を通すというほど目的とするか。通すって何を車検、何やそれ。しっかりとさせてくれよ、それはを。何を訳分からんこと言ってんねん。 最低限の車検のそれで値段が結構変わりますというああなるほどね逆で言ってほしいけどなまずは普通に車検の整備というかきっちりさせてもらいますそれもしくはめちゃめちゃ念入りなメンテナンスどっちを逆で言ってほしい逆で言ってくれよ高い方取ってほしいねんから逆で言うやろ多分しっかりとやるかまあとりあえず通すぐらいその言い方になるやろたぶ高い方言ってほしいねんから。 <laughs> 不安にさしたいそれはねまあ不安に刺したいわけだから。 でも私も元気に走ってもらいたいという気持ちもあります。サンちゃん元気になってもらいたいという気持ちもありますとりあえず一旦しっかりで見積もりもらって、ちょっと削れそうな直接ね聞いて、相談で削っていっていいですかということで言ったんですよね。で、分かりました。ということで、じゃあ点検、見積もりの点検させてもらいました。で、待ってましたよ。 2時30分ぐらい待ってて、どれぐらいかなと思ってて思いながら待ってました。車体は8万円です。で、見積もりが来たんですけど、やってきて見積もり出してもらって、えっ一旦見してもらったのが11万円やったんですよ。ちょっとこれ話にならねえなと思って。何がですか車体超えまくっとるなと思って。車検代が。それは高いっと高いなと思ってそうかな。 だからゴンゴ道断まで高いですこれはちょっと多いとなんでやねんまあそれはぶつかるでしょ車検あまあでもそういえばそうやわとこれ8万円やけど車検は高いですからはい買った時購入価格は20万ちょっとしたまあ乗り出しまで乗り出しだから結局だから整備に金が上がってるわというのは思ったんですけどただこの11万円というのが車体代超えとるなっていうのがちょっと気に食わんかったんですよ っていうのでまあまあ結局こういろいろこれ何ですかっていうのを聞いていって聞いていってで削って削ってんだかんだこと7万5千削らない方がって言ってたところもいや削ってくださいって言ったんで大丈夫ですか7万5千うん。まあまあでも車検は通るわけですよまあまあ違法ではないってことだもんね違法ではないしまあ別に普通に走るということですよまあまあこれならいいかなと8万円を切りたかった8万円を切ったよ7万5千でねよしこえで。 あの本体価格を切ったぜと思って、うん、よしこれでと。でえー、とまあ一旦これでね見、はい、積もりは終えてね。うん、でえー、とまあまあまあ。 で車を置いて、そこは自転車ですよ。自転車自転車です。自転車でリフォームしてる家が近いんで、そっちに行って、ちょっと作業してたんですよ。作業してて、ちょっとね、見積もりを見直してみたんですよ。結構かかるもんやなとか思うし、7万5万0千円は結構かかるね、経営でもと思って見直してたんですけど、ちょっとね、ここで大きな発見があって。 そもそもの基本プランっていうのが、その車検整備のところで、2つあるんですよね。2つあって、しっかりコースと普通コースみたいな、しっかりコースの方に設定されてたんですよ、そもそもの基本プラン。あ、これ、高い方に設定されてでもそれがね、そこからで引いていくって言ってたもんね、さっき。いや、高い方のプランに、基本プランに、さらに整備を足して、11万という見積もりですね。 だから基本プランの高い方は5万円ぐらいかな。で、基本プランの安い方は3万円ぐらいっていう感じだったんですよね。だからその基本プランが高い方に設定されてたっていう感じですね。で、これちょっとでも、こっちに設定されてるの、まあいいねんけど、一応理由聞いとこうと思って、確認がなかったからしなるほど、なるほど。で、電話してさ、で、事情聞きました。 でまあ、その担当者が言うには、うん、えっとちょっと。 すみません、こっちで勝手にそっち設定しましたいお仕事でちょっと使われてる車かなと思いまして、軽の商用車ですから、ちょっと、はい、こちらで、そういった方はこっちを選ぶことが多いので、すみません、こちらで勝手に設定しましたって。データ的にですかっていうことを言ってて、すみません、確認不足でみたいなことを言われたんですまあまあ、いや、こちらもちょっとちゃんと見てなかったはいうことを言って、安い方でお願いしますって。 結果ね5万5万0千円で車検を通しましてでもかわいいよね本かわいいにやったらもっと金11万かけてあれ半額になったわよ最初に言ったらかわいい子には半額半額で行けかわいい子にはそうですねでもなんか車検の間ってさ駐車場行ってドキッとするねなんかいつものごとく あの忘れててさ。車検だし、うんうん、駐車場行って車ないやんって一瞬焦ったりせえへん。<laughs> 車あるべきでしょう、ねあの。車検の時は台車ありますね。うん、ああ、そうか。そうか。はい、えっと。そこはね。台車なかった。<laughs> だからその。 当日持ち込みとかじゃないですもんね。だからちゃんと何日か前とか2日前とか3日前に。いや1か月以上前に予約していってますよ。だいぶ念入りに。すげえ事前準備の男ですね。次の車検代まで払ってますからね。まだ2年乗る気やん。乗らんかもしれんやん。乗るんですよ。あそうなん乗るんですよ。途中でめっちゃ欲しい車現れたらどうするんですか どうするんですどうするんですかもうだからもう身もだえながら指加えて、はい、えっとその車検を待つっていう感じでありますよそうですね、はい、もうだからもう、うん、まあでもそまあ、うん、そうですね結構長く乗る気はあるってことですねまあそういうことになりますよねまあまあそうかまあでもその車検をこう、はい、ちゃんとしてくれよ、はい、しっかりしてくれよっていうこのサチップ感というかあなるほどねそうその 俺はずっと来るでここにっていうところのアピールも含めてまあまあそれはね言葉にしてないから伝わらないかもしれないでんでなんですかじゃないよ別にそ次の車検代まで払ってるんやろ伝わらない伝わってよそれバカめまたさ偉い先の分まで払う客だバカめ って思ってることもあるかもしらんから。そうですね、うん、そういうパターンもありますか。いやいや、そ,そんなことないはずですけどね。店員は性格悪いに設定するに限りますよ。基本的には。そ <laughs> うですかね。まあまあ、ちょっと疑り深いですか、私なんかは、うん、まあまあ、そういうところもあるんですけど。はい まあまあでも結局無事に車は車検通りまして結構健康に元気に走ってる感じするんですよ車検前より調子いい感じがするんですよ。あまね整備されるということで割とクリーニングされる感があまそうです結構びっくりするなあれ何がですか走り心地あそんなに変わりますとあとちょっとびっくりしたことがあったんですけどごめん淡路島行ってきたんですよ。 でえーとまあ、大阪から淡路島やから結構、ね、驚いたことがあってあの、うん、市内走ってて、うん、ずっと市内走っててはい、はい、この車めちゃくちゃ燃費悪いなって感じてたんですよ。で、えー、と淡路島行った時に、まあ、まあ満タンで行ってたんですけど、うん、でガソリン満タン入れて、うん、で淡路島まで片道大体75キロ。 ぐらいですあそうなんですね。まあ、家からね。で、行きたい場所まで。で、75キロぐらいあって。で、その日はザパーンと海入って。で、帰ってきて。っていう感じでしたよ。で、帰ってきて、まあまあ、半分ぐらいまでちょっとなくなってたんですけど、ガソリン。で、これ、満タンに、じゃまだ全然持つんですけど、い旦満タン入れて、何リットル減ったんやろうか、ちょっと見てみようかなと思って。そしたら、大体10リットルぐらいで満タンになったんですよ。リットルで 往復ね150キロ走れたんですよ。うん、リッター15キロ走ってるんですよ。うん、そうだね、高速やったらね。いや、ほぼカタログ燃費やん。ああ、はい,はい、はい。すごいなと思って。まあ、でも高速やからな。いや、めちゃびっくりして、こんなちゃうんすね、高速と、K で高速と、だから普通の,その大阪市内。うん 大阪市なん、ね、燃費めちゃめちちゃゃ悪いっすやばいな、燃費の悪くなる。そうですだって止まりままくるもん止まって動いて、止まって動いてみたいな。うん、ないめちゃくちゃ信号を刻んでるところとかあるじゃないですか。ありますね。あれとかめちゃくちゃ燃費悪くなってるんじゃないそうですよ。あれやばいね。だってあれもないでしょ。あああのだ、ー、っっけけえー、とーまい、あ、いいわななんんや出てけんあれもないでしょ、うん、アイドリングストップもないでしょ。アイドリングストップですか、うん。 まあまあまあ、えっと、それはね、確認してないです。じゃないです。はい。ないとは言い切れない。じゃないです。確認してない確認しないとは言い切れない。あるって言えない人はないんですよ、それは。アイドリングストップは、だからまあまあ、確認はしてないけど、まあまあ、えっと、窓はくるくる回すタイプです。そうですよね、じゃないです、アイドリングストップ言い切れないです。確認してないです。アイドリングストップついてて、窓くるくる回すやつ、電気系統どうなってんねに。 <laughs> <laughs> どうなってそうなったんや,やでも不思議なこと起こるもんですからね中<ー>というの、うん、まあでもないですけどだからそれ余計燃費悪いんじゃないですかしないとかやとしないやばいなと思ってだからこの高速での燃費の良さに結構びっくりしてあこれなんか車検でっていうのもあるんかなと思って、はい、この前ね前も行ったことあるんですよ、うん、えっと、うん、もっとえぐい減り方してたような気するんですけどああ<ー>で まあそれぐらい遠くまで結構ええ上減り方してるなと思っててでえっと今回この車検を受けたことでちょっとカタログ燃費並みになることとかあるんか,かもしらんなと思ってなんか割とだからそう考えたら車検も。 悪いもんではないなという。まあ、今ガソリン代も高いですからね。そうですね。結構そこがちょっとね、良くなるならば、いいもんやなとは思いましたね。だから、めちゃくちゃ引き続き可愛く感じてますよ。さんちゃんのことは。ようあんなんで、行くな、淡路島。マジで。いや、お前さ。人が可愛いって言って、る車のことさ。ようあんなんで、行くな、淡路島って言うなよ。言うよ。だって、その、別に可愛がってて。その。ね、可愛い、例えば。犬に。 ってますみたいな可愛いなってそれは別にいいじゃないですかそれじゃあでもその犬に乗ってさ淡路島行ったおかしい話でそのそいつにはその性能はないよねっていうことを言っただけであっていやひどいこと言うね結構ひどいよねだから性能をだから音って見てるのよだから見てるだけなくてだから劣って見てるわけやからだからなかなかあなたは。だから実際よりもわよう食いにくなこんラーメン屋 って言ってラーメン屋の前で言ってるようなもんよ口曲がってたよりもよう行くなあんなんでって言ったそんな悪気はないすげえ曲がってたよ、ねいいね、だからまあ俺がまあ持ち主で毎日乗っててまあ調子も分かっててでえっと行ってるわけだから大丈夫やという判断で行ってるわけですよ <laughs> いやでもそれをさ用入るなこんなラーメン屋 <laughs> ラーメン屋なのは知してないですよガタガタじゃないですかガタガタじゃないよ <laughs> なんだろう一歩二歩って万歩計がすごい数刻んですよ、あれの乗ってたら。それはそんなことか。ガタ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 じゃないですか。あれでよう行きますね。だから行ってないで。だからガタガタは言ってないで。言ってないで。お前って揺れてる。ほぼ外やん。あの車の中は。ななこといよめちゃめちゃ快適に走ってますから、マジで。 いや乗り心地すごいいいですよ、もうだから車検通していいわけないやろ、車検通したぐらい。目として、だからもう、格付けチェックはあ,、うん、あなたにしたいよ、あの車とセルシオで。<laughs> 絶対間違えるよ。セルシオって何やねんセルシオでしたよ。そうですか。うん、<laughs> 何やねん、ちゃうやろ。なんでセルシオと比べる揺れない代表セルシオみたいになったんや。分からんけど。うん、な,なるほどね。うん そうかな俺はあれと農業用トラクターの格付けら間違えるよ。そうですか農業トラクターの引きずられてるの間違えると思う。それ何の格付けやね安いのんと安いのでそうね。そうね。山はちょっとね。ちゃんとした車での格付けをしたいぐらいですけどね。そうね。買い替え たらいいっていうのもあると思うけどね。いやあ、うん、まあでもね、ちょっとまだって感じですかね。まだですか。まだですまだです。ちょっと手放し時を見失いましたね。<laughs> <laughs> ほんまに <laughs> リフォーム長引きすぎて。本当ですか、うん。愛着も湧いてきて、<ー>マジで手放し時なくしてきたわ。ドゥ <laughs>、えーえー、ンドゥ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 ン,ンって流れてる音聞こえますけどね。なんすかそれ。あ、そんなギリギリっていうこと。いやいや、そのもう装備を外せないみたいな。<laughs> <laughs> あのドラクエの呪いのやつ,やつ <laughs> <laughs> 教会から <laughs> 降りられへんみたいな俺車からそうですかい、うん、そういうわけではないです仲良くやってますよ名前,名前もつけて仲良く俺もやっいをけやっますから名前すけどねそんなギリギリの車に乗ってるんやったら、うん 自己いよ用にせなあかんねっていう話ですよ。<laughs> いや、それはお前もそうやから。いや、まあそうやけど、自己いよ用にはせえよ。あかんのは全員そうやねんけど。<laughs> <laughs> 関係あらへんから、ね。ら関係あらへんことはね。<laughs> 関係あらへんやろが。<laughs> <laughs> まあね、うん、自己いよ用にせえよっていう,こということは一緒ですけど、ね。一緒まあ、うん、整備はね、大事ですから、ね。うん、そうですね、整備大事ですね。うん、はい。まあでも結構会長に走るもんやなと思いましたね。まあ整備することで。 まあねまあ結構だからそうやな大事やねメンテナンスってのは自転車とか乗ってても思うし車乗ってても思うけどでまあ家のこともそうやけどメンテナンスってやっぱ大事やなめっちゃあそうですかいやほんと大事やと思いますよなんか話し出すの振りに聞こえるよ話し出す振りに聞こえるかもしらんけどこれで話終わりですメンテナンスって大事やなって実感したなはい終わったこれはあげる メンテナンスの話ですからあげるあげるまあまあ大事やと思うんですけどメンテナンスただメンテナンスしててもさ結局はその事故ることってあるなという話なんですけどしてても結局どんだけ高い車乗ってても事故る時は事故るなあというのでちょっとねこの間事故にいましたというか破産ですか 自,己破産じゃ自分じゃないですあの僕が事故ったわけじゃないですけどちょっといろいろね、うん、あのキャンプ行ってきて、はい、まあまあよう行ってよねキャンプよう行ってますめちゃよう行ってるよねキャンプでもまあ毎月は行ってないぐらいですよああまあまあでもそれなりにキャンプの話はよく聞くよね聞くかな<ー>うん久しぶりにキャンプの話なんですけどはい、はい 行 <laughs> っ, <laughs> ってきました。4人で行って2台の車で行きましてメンバーはそんなにあなたも知ってる人たちが多いんですけどこのチャンネルでもしかしたら知ってる人も存じてる人もいるかもしれないですけどはいはい僕の友達の性格悪しさんが今回ももちろんいまして大体いつも。 とおなじみのおなじみというか来ますよね、彼は。そうか、キャンプ4で。楽しみですからね、キャンプが。好きなんですね。好きやねんな、ほぼほぼ初めてやったみたいな感じや俺一緒に行った時は。そうです二2回目とかそれぐらいの感じやったな。そうかもしれないね。そこからもうだいぶ来てるんで、まあとはいえ俺も大体あの時始めた手やからさ。みんな初心者から始めて、もうそれからね、2年ぐらい経つのかな。ははいい ちちょょくくってますからもう慣れたもんですが装備も増えてきた装備はもう一通り一周してって感じかなそいつの道具重すぎるんだよねあそうなそいつの道具他のやつの全道具足してもかなわんぐらい重いからめちゃくちゃ重たいんよあそうな力ないから性格悪しすごい顔してんのよねああなるほどね一応その 大変やなそう荷物重いから毎回こう家まで迎えに行くんですよ、うん、あの荷物入れるためにはい、はい、ほんなもうすごいなんかこう顔して待ってて、うん、あの車がその、まあいつの家のマンションの前に別の車止まってて、うん、その後ろに俺車止めたんですよ、うん、後ろにねつけたんですよ、うんうん、まあそうしかないじゃないですかそうなんですよ、ね、真ん前に車が止まってるからその後ろに止めたというか前か後ろやね うん、ああそうそうだから後ろに止めたんですよはい、はい、ろに止で,でえっと荷物入れようって言ったら前に止めるって言われたんですよああその車の前にうん、うん、止めてって止めるって言われていや止めないって言ったんですけど何なんですかねうん、うん、<laughs> 場所の,あの距離感は一緒なんですけどもしかしたら僕の車の後ろに入れるから後ろが前に来た方が近いみたいなことがったそうかもしれないねんかよくわかんないですけどで,でももう荷物をめっちゃ引きずって ってるるからいつも手伝入れんですけどそれぐらいめっちゃ重たい荷物で早く買い替えてくれへんかなってみんなから言われてるから重いからもうやめてっつって持ってないものも多いんで重いのにそれは重いんやけど他に持ってないものも多いんですよ実は彼自体は変なものは持ってるんやけど 変わったもの変わった変わり種のものは持ってるんやけど、うん、絶対必要なものは持ってないです変、えー、わり種の重たいものばっかりも変わり種の重たいものばっかり持ってますめっちゃ重たい鍋とかこれロールプレインゲームやったら絶対仲間に入れたくないですねまああなたとそいつはねずっとロわれた車乗ってるやつと重たい荷物持ってるやつはいやいや俺は結構役立つと思います <laughs> そうですか、うん、まあだからルイーダの酒場にずっといるタイプのやつですね <laughs>、まあ、そもそも、はい あの性格悪しはルイダーの坂間にずっといるタイプです。そうですか。性格が悪いんや。性格に戦闘能力は関係ないでしょ。まあでもやっぱりそれだけチームワークを乱すし、うんというのは皆さんご存知の通りです。はいですから、はい。でまあ結局まあ2台に分かれてっていうので、まあ僕の方にそ性格悪し乗って、まあ2人で。 いいコンビですねコンビかまあ僕ら仲いいのでそんなにこう言い争うこともないですけど結構遠かったんですよ2時間ぐらいかかったのかなキャンプ場まであそうなんや結構遠くてでその間最近の出来事とかを聞きながら最近どうだいとおもんなさせやな いやいやいや、最近どうはいはい。まあ、彼はね、ちょっと最近出世して、あそうなんですね。あ言ってたね。そうなんですよ。待って、まあ、それでちょっと金がないって話をしてましたけど。出世して金がないってあんま聞かないですけど。あそうなんですかね。なんか、そう給料上がりそうですけどね。まあ、改善度がよくあるっぽいですよ。出世したら、管理職、まあ、残業はつかなくなるみたいな。ああ、なるほどね。 だいぶ減るみたいなはいはいはいなんかそんなんでちょっと悩んでました逆に働く時間はちょっとのんびりなったっていうことああいやまあ忙しくなったみたいですねあいいことないねいいことないあだからそのなんだろうあれだけ肩書きだけ偉いねって言われるあそうだねでも誰も言ってくれないけどねまあまあ好かれてないかっていうのもあっていや知らないよその内部での話は知らないですけどまあそんな悩みを聞いたりとかまあんか生い立ちとかもうん ついでにき、聞いてきました。あ、そうなんですか。あ、でも、うん、ちょっと聞いたことある、きするな。ある、きする。おいた、うん。まあ、でも、なんかね、あの、家族ともあんま会ってないみたいな、感じの話で。結構大変そうやなっていう、感じでしたね。はい、家庭が。老いたち、で聞くとが。は頑張れよってうん。なんか。いや、聞いたような、聞いてない。聞いたような、聞いてないな、っていう話を聞きつつ。はい。あの、途中にね、えっと、まあ、その。 いつもいろんな店というか、うん、あの寄ってくるんですよはいはいえっと道の駅とか、うん、で彼はねめちゃくちゃ野菜が好きなんですよね、うん、野菜とキノコが、うん、そうなんですね、うん、で肉とかはあんま好きじゃないですよ、うん、はいはいはいなんか見た目と合うよねそ,まあそうだね、うん、割とマッチしてるよキノコとか野菜ばっかくてキノコとか野菜だから居酒屋とかご飯屋さんとか行っても、はいはい ほ他の人が何頼むとか、とりあえず関係なく、きのこ、野菜を頼みまくるっていう。居酒屋で、ご飯食べ行ったりとかでも、バランスは取れそうやね結局。まあ、あ他の人は肉とか。おっさんとか、別に肉とかばっかりなるやんなりがちなところを、きのこと野菜頼んだら、まあね、なんだかんだバランスは取れちゃうまあ、そうかな。で、まあ、結局、そういうとこ寄って、きのこ、野菜、めっちゃ大人買いしてるわけですよ。 うれしそうにみんな好き別にそんないらないよって言ってんだけどまあでも最悪自分が食うからね自身が食うかでもそのんだろうな食材を入れるこうえっとんていうんですかクーラーボックスっていうかなを持ってないですよこいつはああそう他の重たいものるかのやつの荷物に入れていくんですよああなるほどねちょっとそれ苦情きてるんですよなるほどめちゃくちゃ人に依存するキャンプやな 他人の車やでも自分の荷物重たいからって言ってるんですよね。それやめたらいいんやろうけどだからやめてくれっていう苦情も来てるて苦情も来てるんですけどでなんかなんだろうな、えーとうん、彼は、うん、なんだっけ、えー、とふるさと納税でなぜかキャンプ用品を買うっていう。<laughs> 税金 <laughs>、節税して <laughs>。節税して趣味に <laughs>、えー。そうなんですよ。でもふるさと納税の消費を持ってくるのは、割と僕らの中ではあるあるで。はいはい、というのも、ふるさと納税の商品って旬の。 食べ物とか、冷凍食品で、結構高級なものとか、届いたりするから。まあ、そんなんを、こう、えっと、冷凍してた、届いたやつを、持ってきて、みんなで食材にして。こう、こんなん届いたんだ、高級なんとか牛とか、を焼いて、振る舞ったりとか。っていうのを割とやってるんですよ。いい中年の会やな。なんか。中年親父たちのいい会やな。え、そうそう。里の温泉で、来た旬のもの、これ届いたよ。 どれそうですみんな納めてますから税金はでも彼はそれでキャンプグッズを買うから何かこう周りにね分け与えることはないんですけどグッズを買ってしまっあそうなんですねそうかそうか物を買っちゃう物を買っちゃうんですよ食材じゃなくねそうなんですよ調理するぜっていうな感じがそうそうそうでまあ結局そこでもなんか梨をね梨買わないのって言っててうん いや買わへんよっつって「いや梨買うでしょ」っつってそれ道の駅で梨持ってるんですよ本庄買ってくださいよみたいな他の人みんなが言ってて「買ったいいじゃないですか」っつって「えっ?」っつって「梨買えへん」とか「ちょっと分からんな」とか言ってるんですよ買ったいいやん買ったいいやんと思って1個買ったいいやろ別にみんな食わへんねやったら梨買ったええやんそうだって お前おったらそうやって言うやん、多分。うん。買って喧嘩になるよ。なんでやねん。いや、一個買ったって、その食いたい。んだから喧嘩なんる、お前は。食いたいんやったら、一個買ったええやんか。買えない。買ったええやん。ええ、買わないの。買わない。買ったらいや、もう。これも。なしを。や、もうええて。なしの。ってなりますから。てるからも、なしのことは結構存分に、こっちも長年生きてきてますから。 でも結構どうどうで買わないのって言うけどどうするのそれ買ってどうするのつってそれ冷やしてえっと冷えた冷やして食べるよああええやん一個買いいやん冷やすのないでないじゃないですかって言われてああ言われてたんや言われてたねまあそれは他の人のやつね冷やしてもらうけどね。 他のの人やややつつでで冷すがあるんかクーラーボックスに入れるっていうのはそうそうそうまあでもそうやって言われたもんやから今度は結局シ買ってましたよで車乗った後にナシ抱えてました自分で手に持ってそうなやだから他の別に車に置いといたいいやんそれをえでも抱えてました抱えてましたねだからほ魔法使いみたいになって何なんそれ <laughs> <laughs> まあまあ輝、はいてたんで助手席に魔法使い乗せてそうなんですよ、はい、だからもうイレ例やとク、うん、ラボックスイレ例やと俺も今回でかいの持ってきたから開いてるよっつって異例<ー>やっつって。 なし入れてましたよ毒なしや。毒なしやのにその言い方でしたね。あそうですか。はい毒なしじゃないですよ。ヒヒヒヒーって笑ってるんでしょ。ははい。毒はないんですけど言い方だけそうなってて。でまあついたんですけどあの結構ねあの広いサイトというかところでで結構崖沿いやったんですよ。 もう別に本当に崖沿いというかそんなに怖いねちょっとそんなにもう落ちてもまあ一メは取り留めるぐらいの高さですけどまあ落ちたくはないです落ちる前提で離されたくはないですねで担当の人にもまあそうなんですよでまあそれが一箇所あってでそこからこうあのまあ崖沿いやから崖から離れてる場所ももちろん建てれるじゃないですかでまあ車も一台置いて車を置いて 一番崖に近いところが僕がいたから車を置いてたからそこに建てようかなと思ってたらずっとこっち見てめっちゃ俺の方の近くにテントを建てようと思ってくるからいや、近ないっつってこれは僕近いの嫌なんですよああ、隣嫌いってそうですねだから近づいてくんねんお前って思って何やねんっつっていや別にみんな等間隔で。 でん残りの2人ちょっと離れたとこに2人トントンとちょっと近かったんですよ、うんはい、はあっちも近いから別にそんぐらいでええやんつって、うんうん、いや嫌いやいや、ね、だかだにあまあまあその悪しさんの、えー、っと理屈としては、うん、なんか22の感じでみたいな22、ね、<laughs> に,ーにーなる意味もわからんからさ、うん <laughs> <laughs> 離れろやって思ったんやけど何で近づくねんっつっていや俺あっこがそこの別にそっちでいいかなと思ってみたいな訳はわらんこと言ってるからああじゃあもう俺がもう離れたらいいんかと思ってそしたらなんか多分崖が良かったんやろなめっちゃ崖ギリギリにテント立てててその後俺がそこへ移ったらギリギリですよ。はははいいい 怖いねめちゃめちゃ怖いね考えてんのやと思って一命は取り留めるからな一命は取り留めるけどえこれちょっとさ寝相とかこうんかこうんかそっちに傾いたらさ転倒ごと行ったりしたらもう最悪やんと思って怖い怖怖いね風強かったりとかねそうだよね何があるか分からんからちょっとやめといた方がいいやめといた方がいいよなでもえちょっと遠近すぎるから崖近いってもう崖やからえやめときやと。 いやでもこれはせっかくやからこうやって綺麗この辺がいいんだよ景色的なことでテントの中でそっちの方面見えるんつったらいや見えへんつって見えへん崖を感じることだけはできるってことねでもまあいいやと思って立ってたんですよそこから皆さんで広げあっていわゆるご飯ですよね全員がご飯を作り出すわけですよ でなんか彼はねえっ、ー、と、うん、まあなんだろうなだいたい初日は役立たず、うんはい、1>, 1日目は何も作れないから飯、はい、なんか作るのにチャレンジするけど結局出来上がらずにもうほんまに5時間後とかにできたとかっつって、うん、みんながもう寝る時に、うん、俺飛びないですか <laughs> とかっていうのがいつもなんですけど <laughs> バカでノロマネ言われるよ <laughs> っていうのがいつもなんですけど、あのまあその時はなんかこうで次の日に朝にえっとみんなが寝てる寝てるとかまあ元気ない時間にあのだいたい鍋スープを作るんですよ人の鍋であのスープを作ってでえっとっていうのがあるんですけどまあえっとでっかいの鍋を の他の人が持ってきてた時があってで作って「今日は鍋持ってきてないですからね」って言われてて「え?」ってなった時は前回あったんですけその時は僕のちっちゃい鍋を使って作ってたんですけど今回は自分で鍋を買ってきましたっつって持ってきたっつってんかでも「鍋火につけたらいけない」みたいなこと書いてある鍋も何か IH で燻製が作れる鍋みたいな。 <laughs> めちゃめちゃ特化してる <laughs> <laughs> すげえ限定的やなそうだキャンプ場でスープを作る鍋とはちょっと遠いんですよああ違うね、はい、それ全然そうなんですよああそうなんですよああああめちゃめちゃ特化し,特化しててああでもまあなんか燻製も作れる でまあ最近なんか燻製作るとかつってやってたんですけどみんながバンバン作ってる中で燻製って結局めっちゃ時間かかるじゃないですか結局そのタイプ台2三3 0分で諦めてもう燻製やめたでスープ作るつってでスープ作り出してまあでも結局3時間ぐらいそっから経ってい時間かかるな3時間ぐらい経ったあのにスープどうすかみたいな言い出したんですけどあの まあ、みんな食べたくない。みんな食べたくないの。はい、それぐらい。それまでもう散々みんなもう作って、他の三人は。料理作って、肉も食ってとか。いろいろ作って。はいはい。で、もう。食べ終わり。そう。腹いっぱい。うん。で。肉とか。あの。もう一切何も調味料とかも入れるの嫌うから。ああ。わしさん。そう。あの、素材の味で勝負だ。あなるほど。水も。入れ、あ、水もいらないんです。って スープに野菜の水が出るからってめっちゃ言っててめっちゃなんかこうすげえ料理できる人が言ってた信用できんねんけどなそうそんなばっか言うやんなうんなうんでも結局水も借りに行ってたしさ水くださいあ結局焦げてもうたんや多分いやそうタリンクだったりとか調味料も借りに行ったりとかしてするんだけどまあでも結局そのまあ なんんかかよくわら紫色みたいなスープで来てて食いたくないね確かにまあそうそうで今回初めて参加した人がいたからまあそいつにちょっと一回食べてくださいよっつって食べさせたらあれですねつって明日食べましょうかって言われてて別に火を置いたらどうにかなるもんでもないけどなうまくなかったんやったまあちょっと後回し後回しにしただけやなそうだから食えないものは次の日の朝も食えない食えないけどなんかまあちょっとその まああのー、明日たた、まあ、楽しみ、うん、まあ朝ちょっとあっさりしても食べたいかもしれないんで、明日食べませんみたいなって言われてて、猿が盗むことを願って。<laughs> <laughs> 誰かが寝てるときは蹴飛ばして、ビシャーってすることを願って, <laughs> <laughs> 願って。眠りにつくしかかないか <laughs> でもね、はい、あの一個 彼はえっ性格わらしさんは朝用のコンロを持ってきないんですよ、持ってないんですよ。あったかめるやつコンロがないから、夜は焚き火でみんな火起こすから、それに鍋置いて調理してたんですけど、朝はだから調理できないんじゃないかっていう説もあって、多分その狙いで朝にさせたかもしれないですけど、もう一人の人は。で、結局そこから寝て、朝起きたんですけど。 こえって言ってました。怖え。朝起きて。うん。あ崖近いの？つって。あ崖ね。うあだ明るくなったから見て怖くなったってこと。明るかったよでも立てた時から。普通に見えてたっていうことやな。そうだね。うん。けど怖えって言ってました。はで起きたんですけど、そっからあのまあそのスープをあの温めるっつって。 あ多分そのキャンプ場で一人だけですね朝から焚き火してましたね火を起こしてコンロ持ってきてたねすごいのこの間まではそれも借りてたんですけどちょっと借りすぎちゃうかこいつっていう疑惑が今回あってまあね借りすぎやと思いますそうなると借り貸してっていうのはあんまり得意じゃないから人にお願いするのだからもう自分で結局焚き火してましたあはいはいはいなるほどで朝から火を起こして巻きつくっ そうなったらもう食べざるを得ないんでまあみんなで食べたんですよまあでもなんだろうね本当にその野菜とキノコの味がするっていうで調味料入ってないっていうものなんで別にまずくはないんすからそう優しいなっていうそうやねまあみんなね刑務所やと思って食べただからそういうのとかなんかその遭難して山奥で遭難して山でこう 何も食べ物がないだけどそれで作ってくれたみたいな。だからイメージ膨らますしかないよなそういうこと。嫌いじゃないけどうまくないもんってあるやん。食べられないことないけどうまくないけどそれはもうあとイメージの働き具合でどうにかするしかないよね。だから本当にもう 銀シャリの思いで食ってましたよそうですね。ありがてえ。っていうつもりで食べてましたよね。っていう。ほんまに飯がない場所でっていうことなんです。っていうイメージな。で、そっからね、彼は、あ忘れてたっつって、梨をね。ああ、そうか。はい。貸してくれて、で、剥いて、置いてたんですけど、誰も食べてなかったですね。あそうですか。そしたら僕のテーブルの上に。 たんままり置かれてす。そうが、いやなしはもう別に普通にうまいやろでもうまいけどそうなしを避けるのはもうちょっと先入観が入ってるよそいつを一回経由したから経由してるからっていう感じになっちゃってると思うけどななしまで断るわそうなんかなそこはねあの快くとは思ったけど難しいかその場に何かでももう食いたくながってんなそうなんやその人を経由する くてあなるほどねそれあるよなまあまあ押し付けがましいと食いたくなくなるはめちゃくちゃあるなめっちゃうまいからもうなしやん絶対買ってないとか言やってさもうだってそうやって渡されたもんあの絶対うまいって言わなあかんもんなコメントの強制があるっていうのがちょっと辛かったりするかもしらんなまあでも結局あんまみんな手つけてなかったですねで言われて言われてえなす食べないですかみたいな どうぞどうぞとか言われてあいただきますみたいな感じで全員食ってましたけどうち親父と焼肉行ったら親父が一枚一枚焼いて一枚こう武行みたいなそう武行みたいな感じで置くんですよでめっちゃ今や今やみたいなで置くんですよで食べるんですよありがとうってって食べたらずっとトング持ちながらこっち見てるんですどうやって言うんですよあうまいよって言って。 でまた焼いて1枚ずつうまいもらわなかったそうそうそう「どや」って言うんですよ <laughs>、うん、さっきと同じハラミなんですけど <laughs> そりゃうまいよと <laughs> もうええよそれと <laughs> いやまあでもそういうのあるなと思う、うん、そういうのもあるよねだからちょっと強制され強要されるとあんまり楽しくないなっていうのは <laughs>、うん、どうやねうん、はい、どうやは嫌ですよね<あー> <laughs> そうなんですよでもまあまあおおむね楽しくキャンプ自体は過ごせたんですけど、はいはい なんかこうまあ後から言う人ってさ何、はい、やねんってちょっと思う時があって帰りにさいつもこれで温泉寄るんですよ、はい、で温泉寄るからみんな各自着替え持ってきてて、はい、でまあお風呂入って僕サウナ入るんでちょっと遅くに上がったんですねそしたら、まあ、悪いさんともう1人とつ先にこうああちょっと休憩所みたいなとこに。はい 寝転がって、座ってたんで、僕もそこ行って、なんかちらちら、こう、こいつなんか変やなとは思ってたんですけど。あの、で、もう一人も上がってきたんで、四人で出るときに、一人の人が、まあ、言いづらそうに。そういう、上に来てるのが、それ、ブラトップですかってなったんですよ。え、なん、ですか性格悪しそう。あ、はいはい。ブラトップ。あの、ユニクロのブラ、女性が着るブラジャーみたいな。はいはい。で、まあ、あの、なんかね。 ピチピチのう本当にブラジャーみたいな格好でいるんですよスポーツブラみたいなもう一人の人が性格悪しが性格悪しがそうなんやあはいはいはいでんかこうタンクトップでなんかこうなんつったのめっちゃピチピチのタンクトップであのへそ出てるみたいなえなんかえ下田景樹さん知らんけどな俺そういう人男の人でそういう格好でそんなん言ったら急に なんかめっちゃなんか「もう」ってなって「もう」ってなって「ブラトップ」って言っちゃったの言っちゃったああそれはもう」ってなるなってでんかもう間違ったらしいんですよ着替え間違ってそれにしてはいはいはいで下もなんかピッチピチのどういう間違いどういう間違いな何のつもりなんですかってみんなに言われだして 恥ずかししめられて楽むいやでもほんまにめっちゃピチピチでしたもん縄ズボンではあるんですけどズボンではあるズボンというかまあパジャマっぽいやつ派手なパジャマみたいなの着ててピチピチので上はなんかプラトップみたいななんだこいつと思って気持ち悪いなと思ってよく考えたなんか変やなと思ってはいたものねまあちょっと見て見にふりしてたけどほんなんかこうえもう何 もう最悪や喋り方も変わってない。いや、姿変わってない。その服の見え方変わってないです。もう最悪や。最悪やもうって言い出して。もう間違えてもった最悪やって言って。で。何だよその間違い。なんであるねそもそも家にそれ。何と間違ってきて。でねあのそのまあ休んでるときにそう言われる直前に飯どうするみたいな。 ああ遠いところを僕はちょっと,ょっと遠いけどうまいところを提案してたんですけどみんなまあ近場の方がいいんちゃうみたいになってじゃあもうこっから1キロぐらいのところにあの結構こうあのまあそこ道の駅みたいなでっかいところでご飯屋さんも併設しててまあいろんなあの地場のもんとかあの定食とかであるみたいなまあここもそうやしじゃあそっちにしようかっつったらあそこがいいそこがいいそこ行こうってなったんですけどあの行きたくないそこって言い出して悪しが。 俺の車に乗った後にちょっと行くのやめるわつっていやでもやめるも何も決めてもうの向こうの人にも言ってもうてるわけやから急に無理やろうつっていやもうこの格好でもう行かれへんやんああ格好の話ねいや大丈夫やらこんな田舎の方やったから別に誰も知り合いもいるわけじゃないし風呂入る前に着てた服捨てたないや着たはいいよい だから風呂入ってってからそうでえっと「いや別にいいやろ」っつって「ちょっとコンビニ寄ってくれ」と「服だけ上だけ買わさせてくれ」と「ファミマ行ったら売ってるから」つって T シャツとか「いや別にいいけど近かったらじゃあ行くけどちょっと調べてみて」っつったら「7キロ先やったんですよこれはさすがに無理ちゃう」と7キロも行ってもうたらさわざわざこっち戻ってくるのもないやしさそれはちょっと ちょっと寄りづらいな、もう行きづらいな後ろのやつに言うのもないし、通り道じゃないのね。通り道じゃないね。通り過ぎてから7キロ、施設のご飯屋さん行った後そっから7キロ、それはきついんじゃないっつって、でも後ろのやつに言って、別にいいって言うんやったらいいよっつったんだけど、いやもう大丈夫やつこのまま行ってくれと。どうせあいつらついてくるだけやから、気づけへんって、いや、気づくやろ、めっちゃでっかい施設やし。 いやもうそっちで探したいんやん、飯やって言い出して別にそのファイマーの方行って T シャツ買ってから探したいええやんって言い出していや別にいいよいいんやけどそのなんかその急にそれで通り過ぎていくのもないから後ろのやつに聞いてってとりあえず LINE だけしてってじゃあ,あのグループ LINE あるからほんならもういいわここでいいやなて<笑><笑>やそれ <laughs> なめっちゃめちゃ 内弁慶みたいな社内で発揮する内弁慶みたいななんなんですかあなたの車がホームみたいになってるなってるんですかねで言うたんで「そうやろ?」っつって「言われへんやったらもう夜で」っつってそこに寄ったんですよで寄ってブラウトップの姿なんでパーカー持ってきてるから長そうやなパーカー着たいんやつって「暑いやん」って言って「暑いけどその変なブラウトップよりもまやろ」って言っていや 結局、そのもともと1日目に着てた T シャツ、ちょっと汚めな汗かいた、それ着出したんです。しゃーない。しブラトップってあれやろ、ほんまおへそぐらいのところまで。まあちょっと出てるぐらい。おへそよりちょい出てるぐらい。ちょいしたぐらいの感じ。気持ちが悪い、そんなやついないから。で そんな服着てるキャミソールみたいな服着てないからさ気持ち悪いですよ間違えてレディース買っちゃったんかわかんないです何のつもりやねんこれってそれかもう20年前にはやった服がこれは何だと思うわかんないですけど目立つのね目立つ目立つだからまあやめてそれ着ててそれはそれで変やったんですけど変というか下のズボンとあんまり合と横縞やったね <laughs> でもそれ言い出したらそれ指摘したらもうまた <laughs> もうい出たくないとか言い出すなと思ったからもう別にああいいや,いいやそれであ,あいいねもう直角を描いてるわけね <laughs> そうです <laughs> でも「危険よ」なんかあの歩き出したんで「あそいいわ」と何も言わずにでそっからあのレストラン行ってまあ,あの注文してみたいな,なんかまあ別にいいんですけどまたそこでもなんか。 野菜とキノコのスープみたいなやつなしてるんですよ。で、なんか、多いな、これとか言って食べてるんですけど、まあ、気持ち悪いなと思って。で、そんなんしてたら、なんか、館内アナウンス流れてですね。で、館内アナウンス流れて、ホニャララの車でお越しの方、至急駐車場までお越しくださいっていう館内アナウンス流れて、僕、全然聞いてなかったんですけど、もう一人の人。 もう1台車出すやつが、あ俺やわ、これ、もしかして。っていうのも、そういう人の高級車なんですけど、会社で、あんまりいないんで、その車種って、呼ばれたら、あ、それは絶対俺やんって、あれはって。で、えっと、行ったんですよ。で、何かなと思って。 店側から呼び出されるっていう感じそうそうそう施設からで駐車場行ってで10分ぐらいしても帰ってけえへんから僕見に行ったんですよちょっと待っといてっつってで見に行ったらなんか警察の方来ててでえっとまあパーって見たらぶつけられてるんですよこすられてるっつったらんね車でまあよりによってこの駐車場めっちゃでかい施設やったでかいってそこのそこ 30代40代ぐらいは止まっててまた一番怖そうな車にぶつけたもんやなやなめちゃくちゃビビったやろうなその人もぶつけた側の人もでめっちゃその何だなりもさ見た目もうちょっといい感じではないんで人の1.5倍の体してるちょっと怖いもてなんですよ身長高いわけじゃないけどまあそう怖いもてなんででもまあすごい優しくてあの 丁寧な、いい人やな。いい人で、なんてぶつけた人にもあの笑顔で、ずっと対応してましたけど。逆に怖いよな。あの人初対面で笑顔でその対応されたら、めちゃくちゃ後で結局請求されるんじゃないかって思うけどね。検察も警察も来てるんで、大丈夫か。大丈夫やと思うんですけど。で、まあ、えっと、じゃあちょっと、もう。 あかんわと思って、うん、で店戻って、うん、まあ先に支払いだけして、うん、ちょっとこういう事情やからーっ,つって言ってで残りの二人も連れてきてはい、はい、で来たら僕はちょっと離れたところから関係者じゃない感じですと言って軽くあの向こういますねみたいな感じでちょっと謝礼しかけたん,だけなんですけどワルシとか,なんかずっとそこにあの関係者みたいな感じでいるからほんなら今度の ぶつけた人がる種に謝りに来て、ああ、すいません、一緒の方でしたいすいませんって言われてて、まあ、ぶつけた側も結構丁寧な人。ぶつけた側はそう、全然、お子さんがちょっとね、騒いじゃって、その時にちょっと注意力、あれで、ハンドル、はい、しちゃいましたみたいな。まあまあまあ、しょうがないことなんですけど。 でちゃんとした人がその直角男に <laughs> 服直角男に謝りに,かか謝りに来てでもま,あまんざらじゃない顔してましたけどまあねさっきまでの格好やったら恥ずかしいけど今はもう直角 <laughs> 我の服を見よ直角ってのがあるもんね結構堂々といられるとどうしてまよ直角男ブラトップの時は恥ずかしいってなるけど直角になれゃこっちのもん <laughs> そうですね<ー>うん 今は自分の時間俺の時間だいぶ優位に立ってますねまあまあいいよみたいな感じかまあちょっとじゃあ待とかって言ってでまあえっとまあアイスを食って買ってましたよ彼はアイス買って待ってましたさでその時にさ待ってたんですけどんか「な言っただろう?」って言われて「これえっ?」ってだから寄らない方がいいって言って。 だだ占い師ちゃうやん、別にお前。<laughs> <laughs> 占い師の場合だけやろ、それ言ってんの。<laughs> めっちゃムカつくわ、これ。ムカつくな <laughs> ああ。なあじゃないねん。うん、それ予想して言ってるわけちゃうやんね。うん でも、我が T シャツを欲しいから先に行こうって言ってたけ関係ないやろ、それ。な結果だけのことやし、関係ないやろって言ってたんやけど、本人がね、いろいろ警察の手続きで戻ってきて、すいませんみたいな、ごめんなさいね、あの、えんあの待たして。ああ、の人悪ないよ、全然そいつも別に悪ないんやけど。全く悪ない。悪ないけど、まあまあ待たしてって。 ちゃんと俺たちにね、対してごめんなさいねって言っね、ちょっとついてなかったですわみたいな感じで気使わないように言ったら、な性格悪しが、ね言ったでしょまだ言うんかいこれはあれじゃない、初めての地面叩きをえるんじゃない、その人の必殺技。地面叩いて、割って。 落やいやでもまあまあそうは <laughs> ねやっても殴られてもしょうがないしょうがないよね <laughs> <laughs> めっちゃパワフルやからのその言われた側のその人はねまあでもあの違うこと言ってていやでもまあ違うとこ言っててもまあそれたまたま今回僕がぶつけられた側やけどそっち行ったらぶつけてたかもしれないんでまあまあそれは一個なしでって言ってましたはい そう納得してなさそうでしたか悪しはああはいはいご覧方がよかったよなっつってそうか変なねねえって言っててまあまあちょっとねあのずるいなと後から言うのはと思ったんですけどずるくもないか誰も結局それで共感できてないそうやなずるいというか変よね後からそれ言うやつ変ですよなんやねんそれだから割とこう優しい 人たたちに囲まれてててることで成立しし気もきよそう思うよなあそうもそうもはっきりこう「おかしいやろお前今の」っていうやつがさいたらさ言われちゃうからねそうやな結構んかこう曖昧に「まあいいやんまあいいやん」っていう感じの状況にいるから成立してると思うなそれそうだねいやそうなんすよね今度 ぜひ、うん、参加してほしいんですけどね俺だからいつも毎回なんか変なことなる <laughs> <laughs> 変なことにはならんけどまあまあまあ,まあ,まあ意外とか<の>噛み合わせはいいからねかみ合わせはいいですかかみ合わせは悪くないでしょ <laughs>、はい、なんかまあでもケ<ー>喧嘩の図式にはねよくなるじゃないですか あの若干好きというか嫌いではないという感じはあるんですけどはただまあその,の,さのさばらせないという意味ではね,そうねのさばらせないという意味では確かにいた方がいいかもしれないですね <laughs> っていうところもあるかな、ね、そうかもしれんな、うん、確かにな「ホ、はい、ラー」じゃないね「ホ <laughs> ラー」なじゃないね「ホ <laughs> ラー」なはここに行っては事故が起こる <laughs> でさっき言ったやつだけ。 な言っていいのひどいよね、その。そのほらなはひどすぎるよね、今日は。やばいって、そのほらなは。めちゃくちゃ。なそう考えつかないもん。全然。すごいな、でもそれは。なかなかあんま聞かないほらな。聞かないほらな、だったんですけど。ちょっとまた。はい。 味わってくださいよ <laughs> まあまあ、また今度は味わえます。ちょっと <laughs>、もう少し先なりそうですけどね、また味わうのは。はい、家ができたらね。家ができたらって感じですかね。はい、はい。そうっすね。ということで、はい。はい。ということで。なしね、でも、うんか、買ってた、書いたんですよ、僕実はなし。そいつに言わなかったけど、うるせえから。あ,あ、そうなのうん。 家にあ家にあうまかった出さなかったけどめっちゃうまかったなあいつから出されないなしはやっぱそうやんだからちょっとそれがもうてんねんまあねそうせんにみたいなのもあるよね家帰ってくったらまあ押し付けられるとまあでもほんまにうまないってのはあるうまないよマジでええって言われるからめっちゃムカつくやんそうかうちの親父で焼肉行ってほしいわ あと多分 3, <laughs> 3枚までしか食わない <俺 S 1> <laughs> 3枚までしか食わないと思うそうかな、うん、それ性格悪しに言ってほしいけどなあどうなるんやろうなでもなんか一言一言ちょっと小うるさい感じのコメントを言いせね性格悪しさんは、うん、うちのやじがこうトング持って「どうや?」って言ってるときに「いやあこみハラミの方はもうちょっと焼いた方が」みたいな、ね、<laughs> あそうか <laughs> どうや 割と相性いいかもしれないでね。そうなんかな。ちょっと文句読みたいなもい。ということで、はいはい。はい。ちょっとこの日常を毎週、日曜日にアップしてるので、もしよければ来週も聞いてくださいと思います。あと、えっと、ニコニコチャンネルという、はいはニコニコチャンネルプラスという、あの、チャンネル。はい。我々のチャンネルアーティスト。自転車の会というね、えっと、のも解説してますので、興味ある方は概要欄から、そちらも。 あの、言っていただけたらなと。はい。そっちは生配信を主にやってるところなので。はい。はい。参加いただけたらなと思います。はい。はい。いということで、また。来週も。お会いしましょう。うん、はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。